はい、YouTube どうも、ホントマンです。非常事態宣言が1都7県において発令されました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。私は先日小樽に行ってきました。小樽といえば北海道の観光地としてとても有名な場所です。その小樽が今現在どのような状況になっているのかを見てきました。決して美味しいものを食べるために行ってきたのではありません。それでは VTR どうぞ。この日私が小樽を訪れたのは4月12日の日曜日お昼の1時です。小樽で一番有名な小樽運河前の広場にはご覧のように人が誰もいません。小樽運河を訪れたことのある方はご存知だと思いますが、このように観光客が全くいないというのは考えられないことです。通常ですと多くのアジア系の観光客で賑わっている場所です。広場の横から運河横に降りられる階段があります。この運河横の通路では通常多くの露天商がお店を出しているのですが、この日は一軒もありません。小春日和のとても気持ちのいい一日だったのですが、ちなみに先ほどからチャリンチャリン聞こえるのは家の鍵です。耳障りですみません。小樽運河の向かいにはマサ寿司という小樽で有名なお寿司屋さんがあります。店の前には全く人影がありません。階段の下には4月24日まで臨時休業という張り紙がありました。時刻はお昼を過ぎたのでお腹が減ってきました。マサ寿司を見ていたらお寿司が食べたくなったので運河近くのカンタロウ寿司に入りました。見てください、このネタ美味しそうでしょう。ナイスですね。こちらは特上握り8貫で2700円かっこ税抜き。そしてこちらはハマチです。ちなみにカンタロウ寿司はもともと函館生まれのお寿司屋さんなのですが、小樽にも出店してきたみたいです。店内の様子です。お客さんは私の他に2組ほどしかいませんでした。こちらは大型バスの駐車場です。ご覧の通り大型バスは1台も止まってません。吉武牧場も休業している様子です。こちらは大型バスの駐車場の向かいのお店です。営業はしているようですがお客さんの姿は全く見られません。こちらは北市ベネチア美術館、ガラスの工芸品のお店です。店内を覗き込んでも人影が見られません。ホテルで有名なスイーツの店ルタオです。ご覧のようにお店の入り口前にはお客さんの姿はほとんど見られません。ちなみに小樽運河そばにルタオのお店は本店を含め5店舗あります。遠くを見ても観光客の姿はほとんどありません。臨時休業の張り紙を貼っているお店が多く見られます。中には営業しているお店もありましたが、1日の売り上げはかなり厳しいものとなっているでしょう。あちらは北市ガラスのお店です。小樽で手作りガラスの製造と販売をしているお店です。ここから小道を抜けて一本中の通りを歩いてみましょう。小樽運河から一本中に入ったこちらの栄町通りには多くのお店が立ち並んでいます。なのでメインストリートはこちらと言った方がいいかもしれません。何度も言ってますが、先ほどからチャリンチャリン言っているのは腰につけた家の鍵です。耳障りですみません。さあこちらの通りはどのくらいの観光客で賑わっているでしょう。いやーひどいもんです。こちらも人がいないですね。何度も言ってますが、この日は日曜日です。去年秋くらいにもこちらを訪れたのですが、その時は両サイドの歩道は多くの人たちでごった返してました。壁から緑色の突起物が出てました。よく見ると、マリモッコリのモッコリでした。こちらは札ドラ。
いわゆるドラッグストアです。開店時のマスク販売をやめますと、先日ネットニュースに載っていました。こちらもガラガラ。店員さんが悠々と店内を散歩していました。こちらは丸谷商事。本当はね、ここで蒸し柿が食べたかったんですよ。冷凍タラバガニも売ってるんですけど、蒸し柿が生ラーメンだ、これが。残念ながら、こちらも臨時休業となってました。別なお店で牡蠣を発見。こちらは焼き牡蠣でした。見てください。プリップリ感。たまりません。1個700円、2個で1000円。調味料はありません。このままでいただきます。食べた後に気づいたのですが、牡蠣は蓋の方に乗っていました。普通は器の方で持ってくると思うんですけど。締めくくりはやはりここ、ルダオでしょう。お店の入り口前はやはりお客さんはいません。ここの店舗の2階ではスイーツを食べることができます。スイーツを食べることのできる店舗は他にもありますが、私はいつもここを利用します。なぜなら、お気に入りの店員さんがいるからです。こちらはルタオの本店です。ちなみにルタオの名前の由来は、オタルの逆さま読みではありません。親愛なるオタルの塔という意味のフランス語。ラトゥアアメトゥルオタルアリガトゥの頭文字をアレンジして用いたということです。